どうも、アカネだよ。モモカだよ。今回は、ヤンマースタジアム長居での大型コンサート開催に伴い、大阪メトロ御堂筋線で運転された、臨時列車をご紹介していくよ。確か、普段は走らない行き先の列車も、臨時列車として走るのよね。そうそう。早速臨時列車がやってきたよ。行き先は、新金丘だね。新金丘ってことは、中本の手前じゃない。なんでそんなところで終点になっちゃうのよ。中本新金丘間に職があるからだね。次にやってきたのは、定期の中本駅だね。定期、臨時、定期、臨時の交互発着になってるわね。さっきの定期中本駅の後続でやってきたのがこちら。あれ？やってきたのは中本駅ね。これも定期？いや、定期の中本駅の後続で来てるし、時刻表に載ってないから、こりゃ臨時だな。中本駅の臨時もあったのね。おそらく新大阪始発かな。その後ろに定期の中本駅。まさかの中本駅3連発だね。ということで、今回の臨時列車の中で一番レアな行き先である阿鼻子駅が入線。阿鼻子ってことは、まさかお隣の阿鼻子まで？うん、そのまさかだよ。え、阿鼻子って折り返せるところあったっけ？じゃあどうやって折り返しているのかの確認も含めて、やってきた阿鼻子駅に乗ってみよう。そうね、乗ってみましょう。ということで、お隣の阿鼻子に到着。ドアが閉まった。本当に阿鼻子が終点なのね。すぐに回送列車として改装されていったね。これからどうなるのかしら。なんか、有機線みたいなところに入っていったよ。阿鼻子駅の奥に有機線なんてあったんだね。反対のホームに回ってきたよ。ちょうど天理中央駅が入線してきたね。これは定期列車？そうみたいだね。次の電車は、北花田の手前。わ、いきなり接近表示になった。ということは、さっきの阿鼻子止まりが出てくるかな。出てきたね。折り返しは新大阪行きになるみたいだね。さっきの阿鼻子止まりの列車なんだけど、数年前は定期列車としての設定があったんだ。しかし、年々数を減らしていき、現在、阿鼻子駅の定期列車はなくなってしまったの。数年前までは、毎日この折り返しをやっていたのね。ってことで、長居まで帰ってきたよ。ということで、今回は、御堂筋線の臨時列車をご紹介してきたけど、どうだった？臨時列車の行き先や阿鼻子折り返しの仕組みなども知れて、いい経験になったと思うわ。今回の動画はここまでだよ。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録や高評価お願いね。最後まで見てくれてありがとう。ありがとうね。